皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今日はボンド大阪に来ております。実は明日雑誌取材がありまして、そこの雑誌取材でものすごい光景がちょっと撮れそうということで大阪に来てみました。ちょっと前乗りでございます。そして毎回恒例になりつつあるんですけど、ボンド大阪今回も入ってる車すごいんで、ちょっとずらずらっと紹介させていただきたいと思います。まず駐車場がすごい真っ白白のウルスが入ってございます。そしてこちら、これは350400です。はい、やっぱりツートンめっちゃかっこいいよね、このフェンダーと。そしてまたこのサテンとツヤありの、だ結構車ゲレンデいじる参考にもなるんじゃないかなっていう、こんな新しい車も入ってございます。400新しいよね、周り入ってます。あとこっちのウルスも、これも何やらすごいことになっております。キャリパーもボディカラーもエアロも、前動画撮らせていただいてますんで、詳しくはそちらの動画をご覧ください。そしてカメラの後ろにあるこちら、やってまいりました、新型ゴースト初めて見ました、実車。めちゃくちゃかっこいい。これがここに当たりますね。そうなんです、なんとローダウンをしているみたいです。果たしてできるんでしょうか。多分数字が書いてあるってことは30ミリダウンぐらいになってるんですかね。はい、ちょっとこれ間に合えばちょっとこの後の動画でご紹介させていただきたいと思います。そして中も真っ白白でめちゃめちゃかっこいいっていう。そして実車初めて見ましたけど、後ろとかかなり変わってるんですね。だいぶとんがったデザインに、これは結構写真で見た時評価が分かれてたみたいですけど、これ実写見たらみんな絶対かっこいいって言うと思います。すごい新しい感が。そしてこっちもずらずらずらっと商品車とお預かりの車でしょうか、並んでおります。あ、でこれがあれ、岡ちゃんこのジムニーって商品車だっけ。商品車で売れました。あ、売れちゃったんだ、はい、これもすごいね。ちっちゃいけへんってすごい、そんなユニークなラインナップに、はい、なってございます。最近ボンド大阪はラインナップの補充に力を入れて質問とか今日仕入れた、すごいことになっております。そしてピットがまたすごい、今回アベンタが 1,2,3 台手前に F8 っていうすごい光景。ランボルギーニ東成店え、あの水色もあれじゃないの、限定車じゃないの、あれマニファクトゥーはがもう普通に入ってるっていう。すごいねこれ、分からなくて。だって LC もちゃんとボッセのホイール入ってるっていう。ボッセにロベルタにこれ内装フル張り替え。あ、そうなんだ、へえー、あ、しかもコンバーじゃん、よく見たら。そうそう、コンバーノーマルの車がやっぱもう浦和店のないっていうね、ガックに負けないように。確かに確かに、大阪も LC 熱いですよ。大阪でも LC 結構いじれるみたいです、はいはい、岡プロデュースでいろいろ、あれは山崎プロ、あれは山崎プロデュース、いろいろできるみたいです。とにかく入ってる車のラインナップがすごいです。すごいです、はい、この SV は多分僕が作った SV の中で一番車高い。どれ、これ、これ、あの、もう置くの、どっち、あ、こっち、はい、指入んないですあのこれはあの詳しく別の動画で紹介しますので、ぜひ見てみてください。これすごいね。ちょっと先にちょっとチラッと紹介すると、めっちゃ低いしかも色がすごい、これ SV からなんと SVJ に乗り換えてるってことで、ちょっと見に行きましょうか。真っ赤っかの F8 ってもしかしたら初めて見たかもしれない、ね、そうですか、うん、黒とあれじゃなかったっけ、黄色だっけ、スパイダー、これ中めっちゃかっこいいじゃん、真っ赤っかです、中ももう赤黒で、すごい。そしてこちらなんと SV からお乗り換えのようです。 SVJ
いろいろ、SV をカスタマイズされてた時のものとか、あとついてたパーツなんかを移植じゃないでしょうか。多分ドラレコとか、多分その辺レーダー探知機とかそういうことだと思います。めちゃめちゃかっこいいね、これ。色がまたマットだからね。そしてこちら、こちらも別の動画でご紹介します。なんとウルス新車ワイドボディっていうとてつもない車両、ホイールも履いてるし車高もかなり下がっております。すごいねこれ。中は真っ黒黒と、これ何色でしょう、白でしょうか、もう暗くて分かんないですけど、緑、あ緑色か、あ緑色か、黒と緑ステッチという、ちょっとこれ詳しく紹介しますんで、なんとなく触りだけ、今回ちょっと予告編だと思ってください。後ろもえらい造形になっております。シャシャって、めちゃくちゃかっこいいね。これちょっとあの車両紹介の時にびっくり情報があるらしいんで、その辺はあの、はい、オーナー様の車歴とオーナー様の人物像について、謎に包まれてとてつもないことになってるらしいんで、ちょっとそれは別の動画で紹介したいと思います。今回ちょっと予告編ということで、はい、こんな感じで大阪店、今回も多くのお客様にご入場いただいて、大変にぎやかな駐車場とピットになっております。なんか最近あのボンドチャンネルで、ボンド大阪のチャンネルに岡が出なくなって、そうだよ、そうまだいます、シフトか。一応車両販売なんで、そうです、はい、カスタマイズで出まくってるけど、実は車を販売するのが本業の方っていうことで、そうです、はい、なんでだからさっきの SVJ とか全部買ってもらったんで、 SVJ も SV もなんかいろいろ、これもそうですし、だから言ってもらえば車の購入からカスタマイズまでこうノンストップでこう、全部相談できるということで、全部じゃあローンに入れちゃおうってそういう相談もお待ちしております。はい、はい、というわけで今回は大阪出張に来たんで、大阪店の日常をちょっとだけお届けいたしました。明日からちょっと雑誌取材の様子をお届けしますんで、ぜひその動画も見てみてください。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。